マジでさ、今日はさ、いけるわ、俺。いける気がするわ、マジで。いや、なぜなら、俺もゴールドな男じゃん。ゴールデンな男じゃん、俺。ゴールドユーザーワールドじゃん。ユーザーゴールドワールドじゃん、俺。もうこれね、来てるからね。もう、出るんじゃない？いや、もうここまで行くかなと思ったのよ、もう。出ると思う、ここで。何が出るのかと。いや、でも、ナポレオンの王冠もあるから、まあ、コンプは、まだあれなんだけど、あ、前回さ、王冠の時さ、あと一人って言ったけど、ごめん、待ち合わせさ、あの、ルチリコーツだよね。コメントでも教えてもらって、俺もね、編集してるのに気づいたんで、あ、これ一人じゃなくてルチリコーツだなと思って、ルチリという金の針が入ってる、ルチリコーツがね、出て、これ、あの、これね、間違ったんだけど、一人って言ってたけど、ごめんごめん、あの、間違っちゃって、あと一人でコンプ。で、こっちはナポレオンの王冠とダイヤモンディだからね、もう余裕で、出しちゃうよ、もう。俺もう黄金な男だからさ、余裕だと思う。ナポレオンの王冠もいいけど、やっぱこれっしょ、これっしょ、ダイヤモンディ出して。いや、なんかあれだよね、ラスボスよかシトリンじゃなくて、あのルチルコーツよかさ、あのラスボスだった、あのね、ご、あ、黄金がラスボスだったと思ったんだけど、まさかルチルコーツのが出ないなんてね、すげえ面白い展開だったよな。まさか黄金がね、前回出るというよ、マジで。ほんとびっくりしたけど、すげえ嬉しかった、俺は。ありがとう、黄金来てくれ。で、今回は黄金に引き続き、もうダイヤモンドっしょ。ダイヤモンドっしょ。いやー嬉しいな。ダイヤモンド出して、一応フィニッシュだよね。黄金を狙え。そしてダイヤモンドを狙え。ダブルフィニッシュ。ただコンプはしてないから、両方とも。ナポレオンの王冠残るかもしんないね。俺今もう黄金の男だから、ダイヤモンドの男にもうなれるはずだからさ、今日出るよ多分。ダイヤモンドの男、はい、今日は俺ダイヤモンドの男になります。いきます、ダイヤモンドの男に。いや、ガサっていったらどっち、いや、あのね、黄金掘っててガサってなった瞬間、あの感触まだ残ってんだよね。手にね、や、もう焼きついて焼き込まれている。めちゃめちゃガサって、マジでとってパッと言ったらマジであって、あの感触ですよ。ただね、今回のは宝物もあるから、ガサってなったらあのナポレオンの巻かれてフィルムかもしれないからね。ちょっと、いや、めっちゃダイヤモンディーな男に俺はなる。ゴールドからのダイヤモンディーな男に俺はなるということで、ガサっていって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 、頼むぞ。ガサっていったら絶対ダイヤだから。いや、でも黄金出した男だからね。黄金とダイヤだったら、ちょっと黄金の方が格上な感じしない？ゴルゴル。でもダイヤモンドジョーズとゴル、いやー、どうだろうな。やっぱ黄金だろ。俺ゴルゴルの方が食いたいもん。ゴルゴル。ゴルゴル絶対食いたいよな。一生金に困らずゴルゴル食いたい。で、その、ささ、まだパッケージは見えないね。黄金の次に出てくるダイヤモンドが、ダイヤモンド、出てくれ、ガサっていいって。いや、でも本当に入ってんだね、あれね。あー、違った、波に乗れんかった。しかも石だな。あ、待って、王冠か。いや、王冠だったらもっとなんかこういうね、なんかフィルムに巻かれてるから、宝物系はガサって言うんだよね。石やね、あれでね、どう見ても。うわー、くそー。いや、逆によ、逆に黄金で全てを使い切っても一生ダイヤ出ないってこともあるよな。どうしよう、沼にハマったかもしれない。いや、流れに乗れんかったらね、流れに乗ったら結構いいんだけど、流れに乗れんかった場合かなり長引く。これなんだこれ、まさか、パワー、なんだこれ、え、すごい、なんか綺麗な石出てる。なにこれ、え、タイガーアイかな、なんだこれ、え、すごい綺麗な石、あ、タイガーアイだわ。久しぶりだな、タイガーアイ。すごい、めっちゃ綺麗だ、ほら、キラッ、キラッ、キラッ、あ、これはこれで嬉しいわ、タイガーアイ、すごい。ただね、俺が今まで出した、あ、でもこれ綺麗だな。これ綺麗な、あの、部類に入るわ。今まで出したタイガーアイだと、これが一番綺麗かなと思ってるんだけど、これ。これ綺麗じゃない？すごい。形も綺麗だし。あと、これもなかなか綺麗だな、黄金みたいな。ほら、タイガーアイ。すごい、でも今回のもすごい綺麗だわ。タイガーアイ、めっちゃ綺麗なタイガーアイ出てたの、これ嬉しい。ほら、超綺麗じゃない、久しぶりだ、タイガーアイ。まあ、ダイヤモンディもナポレオンの王冠も出なかったけど、綺麗なタイガーアイが出たから全然オッケーだわ。埋まってきたね、どんどん埋まるぞこれ。マジやべえな。あの、ダイヤはさ、
マジでこのケースで567とかいったらどうしよう、マジで死ねるんだが出てくんねえかな、ダイヤ。これあの外したダイヤモンド、これな、あのタイガーアイもなかなか綺麗だから俺大好きなんだよ。これ久しぶりに出たね、タイガーアイの原石。石の名前にもなっているように、タイガーアイは古来より全てを見通す虎の目とされていたと。アイオブザタイガーだね。でってでってでってまた古代エジプトでは聖なる石と信じられ、神の像の前目にはみ込まれていたと。この石を持って本質を見抜く力をつけ、失敗を恐れず何事にもチャレンジしようと。なんかパワーが湧いてくるよね。俺なんか石ゲットしてからね、なんか運がいいような気がするんだよね、ほんと。いや、パワーってあるわ。こう目に見えない宇宙のパワー、石のパワーっていうのがね、宇宙からのパワーをここに秘められ、その恩恵を扱ってるのかもしれない。ありがとう。ということで、まあ、ね、黄金に続いて、ダイヤモンドもいけると思ったんだけど、ちょっといけなかった。ここに行く、いやー、ここまでにはなんとか出してよな。いや、まあ次回出るかもしれないから、うん、次回こそまた黄金の、ね、パワーを受け継いだ俺がダイヤモンドを出す予定で、じゃあ黄金のパワー受け継いでないのかな。クソ、黄金ゲットして調子こいてさ、掘ったら出なかったからあんまり調子に乗らんとこ、まあ人間謙虚さ忘れたら終わりだからな。それではまた次回、次のねポリフリ会でお会いしましょう。まだ黄金の方も終わってないからね、ルチュリクォーツ出さなきゃ。あと黄金、あとパイライトももっと出したいからね。パイライト、ルチュリクォーツ、パイライト、あと黄金、青欲望、もう1セットゲットしていくつね。いや、調子こいてるね。ダメだ、調子こいてはダメだ。調子こいては出なくなるよな。